全力応援、カープファームチャンネル。もちまるです。人としては結構あれですね、いつも絡んできてくれる後輩ですかね。後輩って、まあ、同期ですけど、何年も一緒におるんちゃうかぐらい結構仲いいというか、まあそうですね、ちょくちょく話す機会も多いですし、はい。そうですね、今なかなか、まあ、結果とかも出ないかもしれないですけど、すごくバッティングも良くて、やっぱり勉強熱心というか、何か分からないことあればどんどん聞いてきますし、僕も逆にその、まあ、会話することによっていろいろ勉強させてもらうことも多いので、まあ、その点はすごくその探求心があるというか、まあ、勉強熱心な選手だと思います。ライバル意識っていうのはしっかり持って、まあ、やっているつもりなので、まあ、負けないように頑張ろうと思います。用事があって持ち丸の部屋に行く時に大体いつもストレッチしてるんですけど、毎日ストレッチどれぐらいの時間やってるのかなと思って、はい。まあ、体の柔軟性っていうのは、まあ、動きにも全然変わってきますし、まあ、すごくいいことだと思います。まあ、最初怪我から始まって、まあ、最初自分の思い描いていたようなシーズンにはならなかったんですけど、まあ、少ない出場機会の中でやっぱ改めて野球の難しさだったり厳しさっていうのもすごく分かった1年だったので、人1倍もう2倍しっかりと意識高く持って練習することはやっぱもちろんですし、まずは1軍昇格っていうところよりは試合下登録っていうところがまずは目標なので、やっぱりこのオフシーズンでまあしっかりと課題克服、あとは手応えをしっかりつかめたらなっていうふうには思ってます。やっぱキャッチャーとしてのピッチャーへのリード面かなっていうのは思ってます、はい。ピッチャーの良さを引き出せずに降板してしまうっていうところもあったので、やっぱそこは2年目以降はしっかりとピッチャーの良さであったり、まあ、逆に弱点もそうですけどよく知りながらピッチャーとしっかり接して、まあ、リードしていけたらなっていうのは思ってます。そうですね、翔征さんはリード面ですごく声をピッチャーにかけたりとか、先輩でも自分が一番というかそういう堂々としたプレーがすごく目立つので、やっぱ自分もそういう背中を見習いながら堂々とプレーしないといけないなっていうのは思っていますし、まあ、石原さんには一緒に練習しててスローイングの技術的なところを教わったりとか、自分を見ていろいろ教えてくれる先輩なので、2人の背中をしっかり追ってというか見習ってこれから先もやっていきたいなっていうのは思ってます。用事があって持ち丸の部屋に行く時に大体いつもストレッチしてるんですけど、毎日ストレッチどれぐらいの時間やってるのかなと思って、はい。まあ、ストレッチは大体30分以上、まあ、下半身と背中にかけてやってて、まあ、やっぱりキャッチャーは股関節の柔軟性だったり、まあ、やっぱスローイングに関してもやっぱ背中であったり、
っていうのはすごく柔軟性求めてきますし、やっぱりあと自分は一回怪我して、まあ、肉離れの方向をしているので、そういったもう一度再発しないようにっていう意味も込めて、やっぱ30分以上しっかり時間かけてストレッチするようにはしています。ストレッチは30分以上しっかり、まあ、背中からしっかり下半身の方まで時間かけてやってます。まあ、プレーにもつながってくるので、まあ、石原さんもしっかりストレッチしてください。今シーズンは無観客という、まあ、状況でシーズン始まったんですけど、まあ、自分も含めてやっぱカープの選手たちはすごく練習に励んで、まあ、来シーズンに向けてというところで頑張っているので、まあ、自分の目標としてはしっかりと支配下登録というところを目指して頑張っていきたいと思いますので、来シーズンも応援よろしくお願いします。玉村です。まあ、野球の時は自分にすごくいろいろ声かけてくれたりとか、まあ、すごく素直っていうか、まあ、そういろいろ話し合ったりするんですけど、プライベートになるとまあ、そこをちょっとどうにかしてほしいなって思ってます。苦情です。はい。